Thank you.
作曲も素晴らしいんですけど、一回お遊びでね、2人で演奏した時に、もう2人でほっといたら、もう永遠に音楽がどん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 、まあ、展開していくっていう面白い経験をしまして、それからね、こうやって、まあ、こんな今日は、はい、今まではもう、こじんまりといろいろな、実験的にやってたんですけど、今日はこんな素晴らしいホール、そしてこんな素晴らしい音響の中でね、演奏できて、本当ちょっとドキドキして、本当幸せに思ってます。今日はよろしくお願いいたします。Thank you.
2000年ぐらいになるまではね、いろいろやってた、東京のポップスとかそういうのを、ジャズからポップスからフュージョン、いろいろやってたんですけど、2000年になってから何か、面白いことをやろうかなと、ずっと、決めまして、まあ、少しずつ、この自分のやりたい音楽の方向をに、人生を歩み始めて、まあ、もう僕も今年50過ぎたんですけど、もうこのようなね、井上さんみたいなピアニストと出会えて本当嬉しいですね。遊び仲間ですよね、これはね、2人で遊んでるような、まあ、来てくれたお客さんに失礼なんですけど本当にこうやって自然に音楽が湧き出るっていう、まあ、リズムが湧き出る音楽っていうのはもっと広いことなんですけど、2人の音楽がこうやってピアノの打楽器、和音とリズムとメロディーができるピアノと、もうなんせ
リズムだけですから僕は、それがどん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 こうやって展開していってするっていうのは、本当僕は気持ちいい瞬間を今過ごしてるんですけど、皆さん楽しんでいただいてますか？大丈夫です。まあ何よりも僕たちが楽しまないと絶対それは伝わらないって僕は思ってますので、はい、おっしゃる通りで、もうそろそろ、あ、そうですか、約束のお時間が、そうです、ね、はい、最後の、はい、一部の最後の曲でちょっとポップな、はい、コード2つでちょっと遊んでみましょうか、はい、曲をやってみたいと思います。
していきたいと思いますので。